久保さんやっぱ健康じゃないと何もやっぱ感じれないですよね感じるというかなんか楽しめないですよね今日もねなんかね調子悪いんですよねなんかここ朝起きた時の爽快朝朝起きた時の爽快感がないというか重いというかここら辺がなんかねあれなんですよねだからもうちょっともう病院行かないとダメかなはい久保さんも大腸がんのあれが ね、あったらしいいじゃないですかまあ大丈夫だったらしいですけどまあ僕はね排気凶まあまだねちょっとここは分かんないですけどあの排気凶になりましてで手術したんですけどまあなんか穴開けてね穴開けてそっからこういうやつでこうなんかやるっていう手術なんですけど手術後はねなんかね気持ち悪くて。 あのゲロ吐いてましたね。なんか飯が通らなくて。うん。つらかったっすね。あの、手術後が。そう。僕も40ですからね。なんかまたがガタは来ますよね。なんか今お酒抜いてるんですけど、なんかあの、あのビール飲んだときにはクーっていうのが。 やっぱ今できないというかね。なんかその、まあその気力もないっていうか、ビール飲もうっていう気持ちにもならないんで <laughs>。で、ここがちょっと負担、なんかね、なんかちょっと休めないといけないなっていう感じがあるので、今。紅茶ばっか飲んでるんですけど、お,お茶な、お茶飲んでるんですけど。なんか、やっぱ健康じゃないと、本当になんか、 いろんなものはやっぱ制限されますよね。だから、そのなんか糖尿病とかね、成人病とかもあると思うんですけど、やっぱそれも食事制限されたりとかいろいろあるじゃないですか、病気によってね。だから、健康じゃないとなんか楽しめない部分って結構ありますよね。うん。まあ、あとはやっぱその、お風呂は開きましたね。やっぱ、 元気じゃないと旅行に行こうっていう気持ちにもならないしうーん何すかねうんなんかなんかしてみようっていう気にもならないですよね風,風邪引いて例えば風邪ひいて寝込んでる時によしやるぞみたいな気持ちにはなりづらいですよね <laughs> で飯とかもう,うめえってえっ,って食えないじゃないですか風邪で寝込んでまあ風ですけどね寝込んでたらねだからやっぱ 価値を楽しむ価値を楽しむためにはやっぱ健康っていうかまあ正常であるっていうことですよねうんこれは非常にやっぱ大事だなと思いますねなんか健康の時って別にそのなですかねまあ僕も病院好きじゃないんであれなんですけど本当に健康の時ってあんま無頓着じゃないですか その健康が明日もあるっていうなんか保証健康に保証はないんだけど体の臓器にも保証がないんだけどもなんすかねなんか感じ,づら感じづらいですよね稼げる保証あるんですかみたいな臓器に保証はあるんですかみたいな臓器がこう動き続ける保証はあるんですかないですよね <laughs> ねその、まあ、今回大腸がんもお調べてみましたけどやっぱね 年齢やっぱ4050ですかね特に50を超えると特にすげえ多くなるみたいなやっぱガタきますよねいろいろとね僕もやっぱやっぱねここが問題だと思うんですよなんか久保さんもそうだとは思うんですけどなんかその年は取ってるんだけど精神年齢は若い部分あるじゃないですか なんか若いやつに負けたくねえみたいなのもあるだろうしなんかその意欲っていうのは久保さんもあると思うんですよ全く意欲も何もない気力も何もないうんどうせ俺は無理だみたいな年取ったしみたいだったら動画も YouTube もやってないだろうし発信もしてないだろうし少なくてもなんかその気持ちはまだ若い部分があると思うんですけどその気持ちが若いんだけど臓器は古くなってるっていうねこの臓器は古いみたいな気持ちはまだ わあんま変わってない部分なんだけど臓器は古くなってるっていうね、うん、全部古くなってますからね骨骨の骨密度とか骨とかなんすかね髪の毛も僕の場合薄くなってきてますけど <laughs>、うん、やっぱね永遠には続かないんのね全てがね永遠の臓器なんかないですからねだから、まあ、まあ今回でもマナなんか自分が体調あんま良くなくなって 朝のあの爽快感がないのでなんかまあまあ普通にできるんですけどねできそ,そこまでまあうわーっていう話でもないしなんか違和感なんであれなんですけどうんそう、まあ、今日のション朝のしょんべんも真っ黄色だったんで黄色だったんですようんまあうんこはねでもうんこは快便なんですよねだから何なんですかねうんまあまあまあ やれるうちにやっといた方がいいですよ。臓器は永遠じゃないですから <laughs>。歩けるっていうものをね、そのうち歩けなくなるわけですが。うん、そう。うん、なんかね、あの、この前映画見たんですよ。この前映画見て、結構面白かったんですけど、なんかその石油、石油王というか、あの、なんだ、なんとかの海賊、あぶ、油海賊。 映画。あ海賊と、海賊と呼ばれた男っていうね。あのー、これ結構面白かったです。海賊と呼ばれた男っていうね、映画見たんですよ。あ、アマプラだったかなネットフリックスだったかなこう当時、その敗線、まあ、日本のその廃線、まあ、その廃線からこう、いろいろ物語があるんですけど、石油会社の、あのー、話で、これ非常に面白かったですね。 でもこの最後ねこのまあオチ,とオチとしては最後、まあ、仕事バリバリやってきたんだけども最後のシーンっていうのが年取ってねその社長さんが年取ってなんか仕事めっちゃ頑張ってやってきたんだけど最後車椅子でねなんかまあ人生の振り返りというかうんなんかいろんなんか仕事でいろんなものは得てきたんだけども 失ってきたものがいっぱいあるなみたいななんかその,その興味深い最後のシーンでしたけどねうんこう海賊と呼ばれた男は超結構面白かったですねやっぱなんかビジネスに関するやつって面白いですねうんこれも石油ビジネスなんですけどうんこれ結構面白かったですね いってらっしゃい。